忍び刀忍び刀は、忍者が使用したとされる刀であり、忍者刀とも言う。携帯性や機能性を向上させるため、武士が使用する刀と比べて、大きさや形状について工夫されている。実際に忍者がこの刀を使っていたかどうか、疑わしいとする考察がある。現在、忍び刀として伝えられているものは、普通の内刀と脇差しの中間の長さ、 長脇差しと分類されるサイズのものが大半である。日本刀独自の反りは少なく、地下刀に分類される刀身形状である。唾は大き目で角張っており、下げ尾は普通の刀のものより長く、鞘は光を反射して目立たないように艶消しに仕上げられ、先端の小尻は金属製で鋭角に仕上げられている。忍び刀の唾は大きめで角張っており、 ここに足をかけて踏み台代わりにも使用された。刀には普通章に、下げおという紐がついているが、忍び刀のそれは普通の刀のものより長く、刀を1メートルほどの踏み台代わりに使った後、回収するのに利用できた。鞘は黒塗りだが反射して木立たないように艶消しされ、先端の小尻は地面に突き立てやすくしたり、武器として使用するために、 金属製で鋭角に仕上げられていた。また、これを取り外すことができるものもあり、ここに薬などを収納したり、また筒状になった鞘を、シュノーケルのように使って水中に隠れる時に、使ったとも言う。しかし物理的に見て、鞘は、シュノーケル代わりに使うには長すぎて、よほどの肺活量を持つものでなければ呼吸が難しくなるため、現在ではその方法は、 実際には用いられなかったのではないかと考えられている。忍び刀を用いての戦い方に、座探りの術と言われる技術がある。暗闇の中で戦うとき、鞘を刀の先に引っ掛けて、相手の位置を探るのである。先に引っ掛けるので当然長さは2倍になる。このとき、下げ尾の端を口に加える。鞘の先が相手に当たって外れたとき、または鞘を、 相手が切り払ったところで直進して刺す。鞘は吹き飛ぶが、下げを口に加えてあるので暗くても回収できる。もっとも、忍者は直接戦闘することを極力避けた。侍が用いる、普通の刀に比べ忍び刀は短く、反りが少ないために切断力が劣る。極端に狭い場所を除き、技量が拮抗していれば明らかに不利である。 野立ちの背負い方を示した図フィクションでは、忍者は忍び刀を右肩から左腰にかけているが、このような方法で忍び刀を傾向すると、長さに折り抜けない。よって大立ちの傾向方法と同様に、歯を上に向けて左肩から右腰に背負う場合が多い。抜き方も、大立ちと同様であり、右利きの場合は、左手で鞘の恋口近くをつかみ、歯を上に、 恋口を相手の正面側に向け、右手で柄を持って、恋口を切り、右手を前に伸ばしながら抜く。忍び刀の使い手によっては忍び刀を抜きながら、右手だけで左毛先りをする場合もある。忍び刀と呼ばれる刀剣は実在してはいる。しかしから、現実に、忍ぶがこの形状の刀を装備していたのかについては、疑問とする説もある。また、同時期に、 脇差し鉄砲や十手鉄砲など収集家向けに実用に耐えないネタ武器、秘密兵器が生産されている。忍び刀の実在については、実際に制作はされていたが徳川幕府に対する反乱のシンボルとして団結のために持っていたという説。もしその通りなら、見つかった場合有意小説や天草素人、隠れ切りした同様無本人として即座に討伐対象になる。 このような目立つ要望の作りである刀なら即発見される山田風太郎の小説忍法調シリーズで誇張されて登場したものが定着したという説など諸説が存在する現在でも実在についての審議は確定していないが映像作品などに登場する忍者は大概がこの忍び刀を傾向するものとして描かれ鑑賞用として作られた模擬刀が 観光地の土産物や、演劇やコスプレ用の小道具として、またコレクション用のレプリカ品として販売されている。名は弓尾著、間違いだらけの時代劇、俗間違いだらけの時代劇、図解隠し武器百科、絵で見る、時代交渉百科日本刀、ひなわ獣、忍び道具編所見吉明著、戸隠流忍法大術。ありがとうございます。